スウェーデン海軍は、スウェーデンの海軍。かつては、バルト海の覇権を握っていた。水上、水中部隊の他に、水陸両用部隊、アンフィービエコーレ連も管轄下にある。海軍の征服を着たかある16世、グスタフ国王スウェーデンについての最古の記録によると、古代ローマの歴史家、タキトゥスのゲルマニアに書かれた、スイオネースの記録であろうと考えられている。 タキトゥスによれば彼ら水曜ネースはバルト海に浮かぶ島に住み陸上戦力のみならず水軍を持ち勢力を振るったと伝えられている。バイキング時代は武装戦団を組みバルト海沿岸やスラブ系民族の居住地域へ進出したと見られている。しかしスウェーデンの国家としての組織的な海軍の設立はまだこの頃にはなかった。スウェーデン王国が カルマル同盟から離脱した後の1522年、グスタフ一世が、ハンザ同盟のリューベックから艦船を購入したところから、スウェーデン海軍の歴史が始まる。初期の海軍は、バーサに代表される船を運用しており、かなりの兵力を有していた。グスタフ与二世やドルフも、スウェーデンを海軍大国にしようと努めていた。スウェーデン・ポーランド戦争では、1627年の、 オリバ沖でのポーランド海軍との戦闘が、グスタフにせい、アドルフチ聖火の最大の海戦だが、この時は敗退している。しかし重要な海港とも言えるリガを制したことは、海軍の勢力を拡大させることに役立ったと言える。創設後の海軍は、陸軍と連動し、北方七年戦争やトルステンソン戦争などで、デンマーク海軍と争い、バルト海の覇権を握った。 スウェーデン海軍は植民地帝国を形成できなかったが、同時代、デンマーク・ノルウェーを形成していたデンマークとは、ほぼ同等の規模を要していた。しかしながら、スウェーデンの海軍力は持続できず、バーサ王朝から代替わりしたプファルツ王朝下では、更新されず、スウェーデンの実質的な植民地は、プファルツ王朝下で事実上消失してしまうこととなった。これはスウェーデンが海軍よりも、 陸軍を重視した大陸国家でもあったことが影響していた。さらに、バルト海での派遣を失ったデンマーク海軍の報復やプロイセン海軍の発展により、バルト海での派遣に、きしみが生じるのである。特に、スコーネ戦争では、海軍が壊滅的状況に陥ってしまうほどであった。しかしその後、カール11世の軍事改革によって、海軍力は復活した。 大北方戦争初期では、この戦力の圧力によって、北方同盟のデンマークに1709年まで中立化させることに成功した。しかし、1714年にハンゲの海戦で、ロシアツァーリ国に敗れ、正海権を失うと同時に、バルト海での派遣は、次第にロシア海軍へと移っていった。この長期化した戦争で、海軍は疲弊していった。以後、 スウェーデンはもっぱら中立化を目指すようになった。陸軍及び海軍が増強に転じたのは18世紀後半、グスタフ3世の治世下であった。そして、スウェーデンが最後に海戦を行ったのはロシアスウェーデン戦争であるスベンスクスンドの海戦である。この海戦でスウェーデン海軍はロシア海軍に勝利している。もっともロシア帝国軍の物量にはかなわず、再び、 バルト海での歯を競うことはなかった。この時代は、グスタフ朝時代と呼ばれ、グスタフ三世が強国政策を行ったことで、海軍は再び海外に目を向けることができるようになり、植民地も取得できたが、1792年にグスタフ三世が暗殺されたこともあって、再度中立化していくこととなる。1814年にスウェーデンは、ノルウェーと同訓連合を組んだが、 すでに組織化されていたノルウェー海軍は陸軍など軍事や内政同様に自立したノルウェー政府のもとに置かれスウェーデン海軍とは別々のものとして扱われた。19世紀以後に成立したスウェーデンの国策武装中立に則っ,って海軍も重武装化を行っていった。それは国防を重視したものであったため実際にスウェーデン海軍が近代以降 他国と交戦したことは一度もない。1902年には沿岸防衛陸上兵力である沿岸砲兵部隊が創設され、海軍全体の名称がカングリがフラットンからマリネンとなった。冷戦時代はソビエト海軍との戦いに備えて対戦能力の強化に不振したが、冷戦終了後には沿岸砲兵部隊の削減を進めた。そして2000年には、 沿岸防備の削減に伴い、沿岸砲兵部隊は通常の海兵隊組織に近づき、アンフィビエ公連に改名されて、海軍内の水陸両用軍団となっている。近年まで、スウェーデン海軍は海軍参謀総長に海軍中将が当てられていたが、この職に代わって海軍総監が置かれている。2009年時点で現役兵総員約3100人、そのうち、 沿岸兵力が約600人、徴収兵については約600人。海軍部隊は陸軍と同じ海底形式で運用されている。2004年の政府決定により、スウェーデン海軍は基地を一箇所に集約し、他の基地は閉鎖されるか機能を縮小させて文献隊が配置される。この他に、息子、ベルが、ヨーテボリ、ビスビュー、ルメ及び、ヘーノーサンドに、 文献体が置かれている。主な軍港。かつての開港も含む。スウェーデン・フィンランド・リボニア・ポンメルン2011年6月。現在。ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より。過去に収益した艦艇については、スウェーデン海軍艦,艦艇一覧を参照。2011年6月現在。ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より。 2011年6月現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、2011年6月現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、ヘリコプターについては、国軍ヘリコプター航空団に統合されている。ありがとうございます。